おはようございますロハス TV の時間がやってまいりましたいい朝が来ましたね、えー、今日はね、えー、この古代食黒子、えー、これのご紹介をしてまいります、えー、私はね、えー、毎朝、えー、この古代食黒子とですねそしてだし栄養スープこれを飲んでですね、えー、朝食は 医、えー、をそんなにほとんど負担をかけずにですね、えー、やっていっております。というのはですね、ここに書いております、あのー、この1日1回お腹を休ませましょう、そうなんですね、えーまあ、休ます、我々のような、あのー、年齢になってまいりますと、あのー、3食ずっと取らなければいけないという、そういうことではなくて、えー、もう1日2食でもやっていけるんだと。そして エネルギーさえ取っとけばですね非常に動きも、えー、軽やかにですね、えー、毎日を過ごしてそして、あのー、体も丈夫になってくるというこういった考え方のもとにですね、えー、エネルギーの取れるものを、えー、朝入れて、えー、お腹の負担は、えー、なくしていくというそんな考え方をしているのが古代食黒子なんですね、えー、そしてですね、あのー、じゃあエネルギーの高いものって何なんだろうっていうとですね、えー、この、 野生,種野生種が大事なんですね。野生種の黒大豆そしてここに書いてあります野生種の黒カシスそしてこちら野生種の黒ごま野生種の黒玄米そしてですね野生種の黒松の実。この5つがですね、入っているんですね。 これを粉状にしてですね、そしてお湯で溶かしてまたは水で溶かしてですね、飲むというまたは食べるというそんなお召し上がり方ができるんですね今日はねこういったもんでかなりたくさん入ってるんですけれども一緒にですね風を切ってみようと思いましてそして r ス s t v で出させていただきましたこちらね風う切るのありますでしょうこれ切ってみますね よしはい切りましたよさあどんな感じなんですかねえー、パラッと開けてみます皆さん開ける瞬間ですおーぽわんといい匂いがしますねうーんこんな感じですね、えー、こんな感じで、えー、もうあの粉のこういった5つの野生種がですね、えー じっしりとエネルギーの詰まった、えー、ものになっております。えぜひね、えー、お腹を休めて、えー、そしてエネルギーは取るという、えー、こんなかで古代酒黒子、ちょっとお試しいただいたらいいかなと思います。それでは、えー、また会いましょう。良き連休をね。さようなら。